はい、お座り。待て。はい、やっぱり。よっしゃ。伏せ。お座り。タッチ。よし。今日は素直やね。どうぞ。暑い日が続いてます。今日はね、つけだれを使った竜田揚げ。はい、今夜の道中の晩ご飯は鶏肉の竜田揚げで、キャベツの千切り、きゅうりとレタス混ぜてます。自家製キャベツで、ご飯、しじみのお吸い物、これはインスタント。以上。父ちゃん、ご飯どうぞ。これはうちのキャベツ。トマトはどうよ。まだ酸っぱい。でもめっちゃ甘い。うん。いつものよりも全然甘いけど。ほっといた方が美味しくなる。なんちゅうこっちゃ。お久しぶりです。帰ってきました。乾杯。もう20日間も横浜に滞在してました。コロナ禍の中、大変でした。まあね、娘の方もだいぶ落ち着いてきたので大丈夫だと思います。詳しいことはここでは話せないけど、いつかは話せるかな。いや、近いうちに話せるかな。お父ちゃんソースかけてたけど、私市販のごまどれです。で、今日はね、もうすっごい北海道暑いです。もう横浜よりも暑い。今うちクーラーないし娘からもらったつけだれを使って竜田揚げを作りました。うん、おいしい。暑いけどね、食べないとね元気が出ないので、あえて揚げ物を作りました。美味しくなみたいしね。うん、美味しい。我が家のトマト。うん。甘い。トマト甘いね。ねえ。あ、トマト甘いです。よかったよかった。大成功。フルーツみたいに美味しい。いやいや、鈴なりになってるので、これから楽しみです。あれなら何でも食える。すごくないもん。いや、ちょっとトマトの味もしないけどな。フルーツやこれ。フルーティーやろ。フルーティー、甘い。水分もしっかりあるし。これはもうちょっと置いといた方がいいのかもしれない。色的に。置いた方が美味しくできるというね、そんなもんですね。ね、畑がね雑草だらけになってました。で、このキャベツも我が家のキャベツで、レタスは買ってきました。きゅうりも買ってきました。プチトマトとキャベツは我が家のお野菜です。久々のね、都会の雑踏に紛れて、しかもコロナ禍なのに蒸し暑い中マスクして歩いてました。いやー、でも大変な時代になりましたね。オリンピック日本頑張ってるし、私も頑張る。ではお疲れ様でした。乾杯。いってらっしゃい。指輪がね、汚くなってたので、これをはい。